ということで、さっきのね、純一下村さんね、はい、毎日配信楽しく参考にさせていただいてます。質問させてください、はい、アイアンは右脇を開けないようにうまくスイングできているの、できて打てるのですが、うん、ウッドドライバーになった途端右脇を意識しても、うん、アウトサイドインで当たってしまい、スライスと長いお付き合いをしています、婚約してしまいそうです。婚約スライスとね、アウトサイドインのスイングを直せる、またはスライスが出なくなる練習方法あれば教えていただきたいです、直すためならトリッキーなやり方でも何でもやります、ちなみに使用セッティングはオノフの AKA2016、ドライバー SM なんだ、スモースキックっていうのかな、シャフトが MP の 516D ロフト11、3番ウッド、5番ウッドはオノフの、フェアウェイ、フェアウェイなんとかっていうのね、タイプ D、シャフトが MP の 512F、 アイアンが5から S でサンドウェッジまででオノフ、ということでよろしくお願いします。 PS 砦国際ゴルフクラブから車で5分のところに住んでますが、周りに会員がいないので一度も行ったことありません。砦国際ってどこだろうね。あの吉田さんのあれでしょ、家の近くでしょ。いや違うよ、砦国際って茨城ゴルフクラブの反対側にあるやつ。砦国際じゃない、あれ。そういうこと？違うかな。いやだからそのこと言ってんの、そのこと言ってんの、うん、まあいいや。ということでスライス、ウッドだけスライス、アウトサイドイン一番得意じゃん、それも教えんの。アウトサイドインのもうスライスを直せる方法、だってフックの亡者じゃん。いや違う、でもさ、この人さ、右肘をさ、脇を開けないようにアイアンは打ってて、だから僕もね、それははてな。ウッドもこの意識やるんだけど、うん、ヘッドが効いてないだけじゃないかなと思う、うんうん、ウッドに関してね。なんでさ、右脇締めるのかな。そうね、教わったんだよ。何それ。そうやって教わったんだよ、多分。右はこうやって、俺みたいにこうやって開いちゃ、あの、外に開いちゃダメだよ。右脇は常に下を向けて、体につけときなさいっていう教える。右脇がカッてきて、パーンっていう。いいね、そのイメージ、俺のイメージだよね。これやりすぎちゃってんじゃない。俺はね、いや俺はだから外に開いちゃってるからクロスが強いんだけど、本来だったらプロあのね、原プロとかもそうだけど、もっと左手遠くにこういうね、体を遠くにして肘は下向いてカッって持ってこれたら最高なんだけど、この人多分こういうイメージなのかな。でもこうしたらね、ヘッド効かないから絶対にスライスになるよ。逆に話してくれって言いたいよね。僕は言いたい。でもだってその教わってるんだったらさ、教わってる人のにさ、悪いじゃん。いやでも直すためならトリッキーなやり方でも何でもします。だからフックの亡者なんだからさ、教えて。いやフックは簡単なの。だから言ってそれ言ってんじゃん。ほらフックの亡者なんだから。だってフック自由自在じゃん。自在だよ。だってフックのインテンションならさ、うん、ショートアイアンで打てる人間いないでしょ。シャンク寸前からのこれだからね、うん、いや違うんだよ。でもこの人はさ、こうアウトサイドインでしょ、こうやってつけちゃってる。こういうことでしょ。なんかどっかで見たことある動きだ。いやでも体につけといてってやってスライスって言ったらやっぱもうこういう動きしかないじゃん、うん、そうですね。ね、うん、だからもうインサイドから入れようがないんだろうね、体でこう使って打ちっていうのは、うんうん、でもこれをいきなりフックにするのは大変よ。だから逆に捕まったスライスにしてほしいなと思う、俺は。捕まったスライスね、最初はね、うん、いきなり右出せないですもんね、うん、右から右行ってる人たちに右から捕まえろって言ったって無理だもん、ね、なかなか難しいと思うのよ。俺みたいに簡単に捕まっちゃう人間はもっと右出せとかって言うんだったら分かるんだけど、もともと球捕まえるのが得意でもうちょっとこう右から出さなきゃダメだよとかっていうことは分かるんだけど、やっぱりこうパッとアウトから来てスライスの人間に右出せ右出せって言うと、もうどん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 こうなると思う、ね、絶対そこからスライスですもんね、うん、難しいんだよな。だからスライスだけど右肩が前に出たスライスでなければいいんだけど、だから俺はでもね、やっぱちょっと話してもらいたい、うんうん、体についたらね。いや、ちょっと待って、タイム、うん、あのここまで深刻に考えないでトリッキーに答えてくださいみたいな雰囲気じゃない、うん、まあそうね、今深刻じゃん、言い方が。もっと宮下さんのあの
出しちゃってくださいって、俺はそれを聞きたいんだと思う。俺だったらこうするとかさ。だってフック簡単じゃんって言うじゃん、うん、その簡単のさ、その教える3ポイントぐらいさ、シャッターフェイスすりゃいいじゃん。だからそういう今の人って終わり終わり。だってシャッターフェイスが一番弾捕まえられるあれだから、ね、じゃあまずシャッターフェイスにしてくださいでしょ、うん、じゃあ次はあとはだからちょっとインサイドから入れてください。インサイドから入れてください、ね、うん、シャットフェーズにしてインサイドから入れて、で先っちょで打ってください。先っちょ打ってください。これちょっとドリッキーすぎるか。いやいや別に だってこれができればフックなんだもん。そんな当たり前じゃん。そうなんだから、これをやってくださいよ、うん、だから一番まあちょっとプロっぽいのはシャッターフェーズにしてくれ、うん、そう、スイングがどうこうよりも、ね、どうこうよりもどっちぐらいかって言ったらダウンで、うん、あのフェースがこうやってあのスライスでもいいからこう、うん、こうやってボールにこう向かってくるぐらいの、うん、シャットフェイスにしてもらった方のが、うん、もう最初はあのもう本当に捕まっちゃっていいの、左左でいいんだけど、うん、最初多分それ自体も多分できないだろう、うん、こうくっついちゃってるんだから、うん、こういう感じだから、だから最初はもうこっちの軌道になってるから、こっからフックしてもいいから、いいからやっ、こうあの乗る感触をまずね、まずフェイスがシャッターフェイスってどんな感じなんだろうっていうのを体感したら、多分こすり打ちしかしてないから、多分こうやってしか当たってないと思う、うん、もうだからさ、極論の話でさ、こういうふうにこすっちゃってんだからさ、うん、ダウンスイングでさ、この先で球を打つぐらいに出てくる、こうまあインテンショナルフック打つみたいな、うん、みたいにね、うん、のぐらいの意識を持ってたって、これでも打っちゃったらダメだけど、もうこのぐらいの意識で入れてこないと、カーンって意識的にはね、もうでもこうやって体についちゃってる人って結構シャットつくの難しいと思う。でもそれをトリッキーに言ったら、うん、シャッターフェイス、うん、シャッターフェイスちょいインサイドかな、うん、ちょいインサイで先っちょで打って、先っちょで打ってそれで、だからもう一回言うと、そのこの感触、打感が変わるのが分かれば、乗ってこうじゃなくてね、うん、シャッターフェイスできたらね、うん、シャッターフェイスできたらそんなローテーション入れないの、ウッドに関しては。いや、そんなことやるのもしかないいや、これ一つ付け加えたい、なんか適当なこと言いやがってっていう人もいたらあれだから、あのね、これはね、今の一言はね、今の時代のスイングはそうなの。そうなの、うん、そうなの。いや、実際そうなの、うん、宮下さんのさ、このインパクトのさ、これはさ、意外にね、分析されるとね、ティーアップしてるドライバーに関してはね、ありなのよ。だからうめえのよ。そうだよね、うまいんだよね、アイアンベストしてね。アイアンはだってちょっとオープンフェース気味で打つじゃん、パンってこう、パンってめぐれる。全然こう潜りフックだからっていうことで、ちょっとトリッキーに言ったらそんな感じかな。だからもう一回言いますよ、シャッターフェイス、大丈夫、もう何回見てるから大丈夫だと思いますよ、うん、シャッターフェイスね、まあもうシャッターフェイスのを作ってくれってこと、うん、ダウンに関してシャッターフェイス、もう地面に、もうフェイス面が地面に向いちゃうぐらいの意識で振るってことトリッキーよ、トリッキーよ、トリッキーでいいって言ってるからね、ちょっとトリッキーに言うよ、それ聞きたいんだもんね、ね、っていうこと、で、まあそれができるようになったら、まあそれができるようになったらね、おそらくね、で、ちょっとインサイドから入れたら右に出るようになるから、で、捕まった右に出たら、まあ、ちょっと最初はキャリー出ないかもしれないけど、ちょっとスライスとはちょっと違う意識が頭の中に感触が残ると思うから、うん、そしてからまたちょっとこうランクアップかなって感じかな、っていうことで言っときますと、はい、はい、続きまして夕方チャンスさんですと。夕方チャンス、はい、今日様 TK 小暮様、いつも楽しい動画ありがとうございます。数あるゴルフ関係の動画で一番好きです。嬉しいね。初めて質問させていただきます。 M4 ドライバーのヒールに鉛を貼りたいのですが、うん、ギザギザしているので打つと剥がれてしまいます。何かトリッキーな方法ありますかTK ゴグル様、よろしくお願いします。 M4 のドライバーのヒールに鉛を貼りたい、はい、M4 だから今成さんでしょ。あれジャンボさん、いや、ジャンボさん M4 ですか。 M3 だ。どんなんでしたっけ。いやいや、こんな感じよ、こんな感じ。ここに貼ればいいんじゃない。え、何適当なさ、もうぬめってるよだって昔のジェイズの時のちっちゃいヘッドにだってそこに貼ってたからね。うん、そうですね。下には貼ってなかったよ、うん、ギザギザと。これでもね、ちょっと待って、ギザギザあった M4。 その鉛の種類によるんですけど、うん、薄い鉛だったら大丈夫じゃないですかっていう回答じゃダメ。分厚い鉛だと平らなところしか貼れないんですけど、うん、ギザギザしたところって、うん、だからギザギザしたところって分かんないな。
例えば僕のこのクリークなんですけど、こうギザギザしたところとかは薄いなわりだったらこう指でへこましてこう貼る、こうやってヒールに貼りたいんだよ、こっちだったらこうギザギザしたところでも、あの薄いなまりだったら、薄いのだったらね、薄いなまりだったら、まあ、どっかり、仮に、なんていうか、ギザギザしてる、ちょっと、まあだからちょっと重めの、厚めのやつなんだろうな、厚めだとちょっとできないですけど、ちょっと、ちょっと、わかんない、ギザギザしたところこう貼って、こう、穴にこう爪で、綺麗にやればできる、ね、こう薄いのだったらこうどうにでもできる、デム用はガチャガチャないもんね、うん、あスライドね、うん、だからこう薄いとこだったら、薄い鉛だったらこうできるんで、うん、こうやってなんかそうだよね、薄めでちょっとチャレンジだよね、うん、してみてくださいってことで、ね、したらどうにでも、ね、はい、これでちょっと試し打ってみよう、ついでに貼ったから、うん、っていうことでいいかな、はい、続きましてゴルフ素人さんです。動画アップお疲れ様です、まだまだ寒い時期が続くと思いますので皆さんお気をつけください。久しぶりに質問させてください、はい、ドライバーは買い替え時のどのタイミングで皆さんは変えているのでしょうか。その質問前やりませんでした。もちろんプロの皆さんは新モデルのたびに契約上、変えると思うのですが、競争と小暮さんはどのタイミングで変えようと思いますか。また変える時は最新のにしますか、それとも少し前のいろいろ試しますか。まあ、買い時はね、宮下さんにドライバー負けたら。デュータン。はい。これはじゃあ替え時は、まあ、前はさ、前も似たようなのあったけど、前は要はあの変えたい時は変える時ですっていうような結論だったと思うんだけど、変える時で僕はだから宮下さんに負けたから変えたの。小暮はね、うん、まあ、どんなに当たりしようが、擦りだろうが負けは負けだから。で、モデルはそんな新品じゃないです、前のモデル。もう俺、ここ4、5年グローレしか使ってないから変える気もないし、うん、グローレ割れてもグローレ買ってくるからそうですね、うん、そこまでのこだわりを持つドライバーと出会えたことに俺は幸せを感じるね、っていうことになります。はい、続きまして3パットパーオンなの2さんからです。競争国吉はじめまして、はい、いつも夫婦漫才みたいな掛け合い楽しみにしてます。この前のラウンド中に右足くるぶし付近を痛めてしまい、右足くるぶしどっちだろう、右左、右足くるぶし付近を痛めてしまい、打つ時の右足の蹴りができなくなってしまいました、はい、なんとか肩から肩のハーフスイングで乗り切ったのですが、ドライバーは260から230まで落ちました、うん、でもアイアンの距離はいつもと変わらずオーバーの連続でした、うん、距離は通常時はハンドファーストに打ててなかったと分析しました、うん、そこで質問ですが、通常アイアンのトップは地面と平行まで持っていくべきですか、クエスチョン、うん、フルスイングは必要ですか、状況、番手によって違うと思いますが、もし時間があれば、教えてください。ゴルフ歴5年、アベレージ85、中年ゴルファーです。ということで、通常アイアンのトップは地面と平行まで持っていくべきか。いや、それは別に関係ない。別に持っていかなくてもいいと思います。ないよね、トップの位置ってないよね、うん、トップの位置別にここに持ってかなきゃいけない、決め事ないもん、好きな打ち方すればいいんですよ、トップの位置、うん、そうだよね、なんこう、そうか、番手によって違うかもしれない、フルスイングは必要ですか、フルスイングはだってそれは距離の問題であって、その例えば9番アイアンで150がマックスだとして、うん、それ例えば190、152とか、うわこれやったらちょっと力入れるためにフルスイングする、うん、8の軽くでとかって緩ますスイングってしたくないから、いやでもそれはそれでやるでしょ、でもフルスイングしますよ、ラインだしね、うん、8持ってからラインだけしたけど、ポンとしておけば距離合うだろうっていう打ち方するから、うん、そのトップの位置はこれ
あの判定によってこうじゃなきゃいけないってものないんで。ない、全然ないです。別にいいよね、うん、それは意識しなくてもいいんじゃないでしょうかっていうことでね。まあフルスイングの時はある程度上がったトップがいいよねっていうことでね、うん、あのこんなとこからフルスイングしてもらっても困るっていうふうに言っときゃいいかな、これね。でもフルスイングの練習は必要ですよ、うん、やっとかないとアイアン、うん、まあもちろんそれはそれはもちろんそういうことですね。はい、続きまして太郎キャベツさんです。太郎キャベツ、キャベツ太郎のあれかな、はい、まあ多分逆あの YouTube の名前って逆に入っちゃったりするからね。競争宮下さん、小暮さん、こんにちは。いつも楽しく拝見してます。ゴルフを始めて1年の初心者です。お、以前動画の中で小暮さんがアマチュアの人は基本的に力が入りすぎと言ってましたが、はいはい、スイング中腕の力は入れてないんですか？結構ダルダルですか？教えてください。腕の力、腕の力を入れてないというか腕の力がないです僕。それ回答になってないし。なってない。本当ね、腕の力は、いや違う、要はさ腕の力を抜いて自然落下させてみたいなのを多分この人はいろんな雑誌とかで見てるから、うん、そのくらい上手い人たちはやっぱりもう腕の力を なんかこうあまり使わずにスッとこう来たのをパーンって使ってるのかなっていうことをイメージしてた、うん、だからこっからこっちでしょうね、手首でしょうね僕は。こっちはカーンって使うけど、このでもこっちは使ってないですね。筋肉ゼロになっちゃった本当に。スイング中腕の力入れてないんです。結構ダルダルですか？ダル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 。肘もだってトップ伸びないし、僕はちょっと曲がるし、ダルダルなんですよってことでいいかな。ダルダル。でもやっぱ最低限の力感はありますよ。ダラダラのまま打っちゃダメですよ。それ一応インパクトはそれグッて最低限握ってますし、無意識で握るでしょう。でもそのぐらいはだから初めからクーッてやってないってこと、うん、っていうことだよね。勘違いされちゃ困るから、うん、アマチュアの人は基本的に力が入りすぎ、まあ上半身に力が入りすぎだよね、うん、っていう人が多いもんね。だから、うん、なんか人を例にとか例えるの難しい、言っちゃいけないけど、あの野球初心者がいきなりゴルフやってって打った時ってカーンだから、いやその使い方だったらいいじゃないですか、うん、もうでも力が入りすぎるっていうのは、うん、こういうことでしょ。そうこういうことでしょ。そうではなくて、もう 下は力入れてんだけど上だけスッとこ う柔らかさを出すってことでしょ、うん、そうでここでカーンって入れて打ってくださいよだから俺は球を置いたら違うんだって言うんですよっていう回答で、だから小暮は結構ダルダルですよ。結構ダルダル、まあ、でも締めるとか締まりますけど、うん、全部が最後までダルダルじゃないですよ。じゃないってことでね、始動から切り返しまではダルダル、うん、っていうことでね。はい、続きまして岩永啓太さんっていうのかな、早速返事ありがとうございます。 YouTube の小暮様と宮下様の一問二答で、回答いただけると大変嬉しいです。質問は、今のドライバーがタイトリストの TS3 のシャフトが以前のタイトリストのドライバーに使っていた三菱ケミカルのディアマナのアキナ 70X を使っておりますと。もともとはスライサーでしたがレッスンに通ってドローヒッターになりました、手が大きいこともありゴルフプライドのツアーベルベット360から CP2 のミッドサイズで下巻き、テープを50で巻きさらに右手に来る部分もノンテーパー気味になるように、うんうんうん、左手とほぼ同じ太さに来るように下巻きを厚くしております。もともとアヒナ 70X は少しハードに感じて、いたのですが、カウンターバランス気味になったことで、はい、振りやすくはなったのですが、はい、重さを測ったところ 351g になってしまいました、バランスは D4 の45インチです。もともとは 330g ですと。振るとすごく楽に振れてヘッドスピード46から49ぐらいでキャリー250ヤード近く飛びますが、重量フロー的にあまりにも他のクラブとかけ離れたクラブに仕上がってしまっているような気がします。ドライバーはティーアップするので他のクラブと違うという考えをすればそのままでもいいのかもと思いますし、少し重量を落とした方がいいのかなとも悩んでもおりますと。お二人の意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。ちなみに36歳で182センチ100キロぐらいあります。18歳からゴルフを始めてベストスコア74です。アイアンはタイトリストの AP3 でダイナミックゴールド X100 でスパイン調整しアイアンのグリップも太めです。小溝プロと何度かお会いしたことがありドライバーをいただいたこともあります。
コメさんの知り合いだ、うん、っていうことでドライバーだけ、まあ、あのちょっとカウンター気味になって太くやしたからね、うん、あれなんだけど 351g、うん、D4 の45インチ、うん、やっぱなんだけど機能的にはどうかなって。いいじゃないですか、ドライバーも別物っていう話をいつもしてますもん、ね、を考えればあのいいのかなと思いますけど、うん、っていうことなんだけど、うん、思いますし、少し重量落とした方がいいのかなとも悩んでおります。だってさ、重量落とせないもん。だってあんだけ手元を巻いちゃってるんだから細くしろってことじゃん。それ以外に重量落とす方法ない？シャフトを軽くする。ぐらいしかない、うん、細いグリップで我慢するって言ったって、せっかく、いや、それは嫌なんだろうね。そうそう、だから 6X にして先端カットするとかさ。182センチ100キロあるからね、うん、18からやってんだからゴルフ。うまいんですよ結局、うん、だからいや、ドライバーはドライバーでいいんじゃないですかって、このくらい触れるんだもんね、うん、羨ましいよね。ということで、まあ、小暮的な見解はそのままでいいんじゃないか、はい、でもし重さを感じるようだったら、うん、シャフト軽いのにするしかないよね。そうですね。と、ね、うん、いうことでいいかな、うん、あ、それでね、もう一つあった、あ、もう一つ岩永さん、はい、グリップはどうしてもかなり太めが好きで、うん、好みで太いと柔らかくグリップでき力みのないスイングができるので、うん、そこら辺は変えたくないと、うんうん、重量をそこまで増やさずに極太にする方法また別にあったら教えてくださいって。でないで、それないな。だからなんかこんな太いグリップ売ってるじゃないですか、うん、あれにしてくださいみたいになっちゃう。あのデジャボーじゃないですけど、もともともう初めから太いやつ、太いやつね、うん、それいいんじゃないですか。いいっていうか実際見たことあるじゃないですか、デシャンボーを作った時に、あれは太すぎでしょ。だってそ、いやだからそんなこと言うんだったら重量を上げないで太くするんだから、そういうことになっちゃうよ。答えとしてそういうのもありますよって、 ありますよね、うん、っていう回答でいいね、うんうん、やるやらないは、まあ、まあ、あるそう、まあ一応握ってみてくださいっていう、うん、はい、続きましてジャンボファン大分さんですと、はい、いつもお疲れ様です。質問ではないのですが、はい、以前小暮さんが、グリップの初心を、うん、思い出すためにジャンボさんの昔のドライバー、はい、ワールドステージメタルチタンを握っている動画を見ました、はい、もしかして小暮さんのスポトモ通信でおっしゃっていた鳥肌が立ったというクラブですか。明らかにグリップが超太めで市販品ではない印象でしたが、じっくりと拝見したいのでグリップ部分のアップ動画やバックラインがどんな感じなのか、どれぐらいスライスにグリップを入れているのか、グリップを握った時のフェイスの向きなど、じっくり映像を見せていただけませんでしょうか。ジャンボさんの大ファンで100勝前後の当時のクラブを使われていたかめちゃめちゃ興味がありますので、本当は当時のドライバーだけでなくアイアンパターンも見たいですかと、可能な範囲で結構ですのでよろしくお願いします。こんなさ、こんな感じだから全然力入んない。これアップで入れてやる、見えるの分かんない。左手をこう、あ、もうちょいし上、もうちょいで、ガッて握ってさ、でさ、こっちから見る、こっちから、もうちょっと擦れてんだね。結構握ってますからね。あと向き持てますもん、うん、そこからスライス、逆だ、こうだ、こうだね、うん、これがまっすぐだから、そう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 、このくらい、このくらいフェイス、もう前もプ、そんな教えちゃっていいのそれ。これだって、だって何十年も前のじゃん。でちなみにこの下負けは俺負けますよっていう、ソーテープがない時の時代だからね。そう、くっつ、くっつ、すげえ、それメタルじゃん。うん、いや、とりあえずこっちの方がなんかさ、こういうのもありますよ、味があるって、うん、っていうことでいいね。まあ、ちなみに、ね、総重量これ見せてもいいんじゃない、こんなの振りましたって。当時のジャンボさんは 376.9g これを軽くブンブン
すごいね。これでさ、糸巻きで300飛ばしたんだからさ。それは鬼だよね、うん、これほんとさ、今のあのジャコさんがあのクラブでさ、うん、糸巻きで飛ばしてんだからさ、うん、今のクラブでさ、ダスティン・ジョンソンあたりさ、それは飛ぶよね、かましてもらいたいですよね、うん、あのなんとのイメージ、それはしょうがないよね、あのくらい行くよね、あの当時のこの今のクラブあったらね。はい、ということで続きまして、東博之さん、京都小暮さん動画更新お疲れ様です、グリップに関して質問です。グリップ、はい、連続 スリクソン Z785 アイアン、はい、シャフトダイナミックゴールドの DST を使用中で、はい、スクエアに刺しているグリップをフックグリップに握っているため、うん、弾道がフックです。スクエアをフックに握って、はい、弾道フック OK、うん、フェードを打とうとしてストレート弾道、うん、インテンショナルスライスを打とうとしてフェードになりますが、うん、逆球が出ることもしばしばあります。握りをスクエアに戻して打つとしっくりこなくて、うん、右にすっぽ抜けてしまいます、うん、グリップをスライスに刺してフックに入れてフックグリップで握ることで、うん、フック度合いが弱くなるのでしょうか、うん、回答よろしくお願いします。なんか途中ごちゃごちゃしちゃったけどいや、この人すっげえトリッキーだよ。トリッキー、うん、だから途中ごちゃごちゃしちゃったっていう僕の表現も分かってもらえるでしょ。うん、分かる。これね、俺の握り方は別として普通のフックグリップの人だったら、スライスに入れたのをフックに握ったら、うん、フックの軽減につながると思う。俺はそうですよ。まずそれはいい、うん、まあ、それの表現は OK で、次はいや次はって、いやこれそれだけよ、それだけ軽減するよっていう。軽減しますよ、うん、いやなんか次かぶせてくるのかと思って。違う、俺の握り方はまた別だから。宮下さんはもうそんな話入れてこないでよ。スライスで訳わかんないからやめてよ。訳わかんなくなっちゃうけどね、俺の握り方がまたトリッキーっていうのはね。そう、うん、だからまあだから経験しますよってね。経験しますよ。それで宮下さんの俺はこうだ言っちゃうとね、もうダメ、もうおかしなことになっちゃう。じゃあちょっと言っちゃって、フックに入れたらスライスになっちゃうんだから余計っていうことで、あのそれは経験になります、経験になりますよっていうことでいいよね。もうこれはスルーし、あのこれで終わりにしとかないと、うん、でいっぱい言いたそうだからやめとく。いや、やめもね。はい、続きましてシャンクがお家芸さんです、はい、以前長尺パターで左手の使い方の質問、そして新しいクラブの交換に関しての質問には、ああ、トム氏を交えて回答いただいたものです、また質問させてください、はい、ジャンガチャンネルでは日頃からアイアン以下のシャフトは全て同じもので揃えることを勧められておりますが、はい、ロングアイアンのシャフトのみが重量カーボンにするセッティングに関してご意見をお聞きしたいです。そのセッティングで代表的なのが3番アイアンにグラファイトの重量カーボンを入れられている石川遼プロでしょうか、うんうん、私もダイナミックゴールド S200 のアイアンセットの4番を MCI の 100S に変え、鉛をグリップ下に少し張り、練習場では良さげなんです、うん、これからコースも試そうとしております、うん、ロングアイアンではなくユーティを使えと言われればそれまでの話ではありますが、 TK4 氏のようにユーティが嫌いな人たちはロングアイアンが重量的に厳しいときは、うん、アイアン以下すべてシャフトを軽くすべきか、それともロングアイアンのみカーボンシャフトにすべきか、ご意見をいただけないでしょうか。またロングアイアンのカーボンシャフトにする際に気をつけるべきことがあればご教示ください、うん、で、いや、なんていう言い方、なんかね、淡白に聞いてほしくないけど、うん、ゴルフクラブって、うん、好きなようにやっていいんですよ、うん、だからやっていいです。でもう試して作ってるわけじゃないですか、うん、だから意見としてはいいんじゃないですかってしか。でしかも僕だったらこういうふうにやって、プロがだからその案外ちょっと3アイアン2アイアン入れたいんだけど、うん、言うて嫌い、うん、だけどそしたらこのカーボン入れてって言ったらやってみますよ、それは。やってみるね、うん、これはもうだって使う人のあれだもんね。そう、あなたは言えないよね。そう、本人がだってそのこれでやりたいんだもん。そしたらじゃあもう一個のやつね、アイアン、ロングアイアンのみカーボンシャフトにする際に気をつけるべきことが何かありますか。長さ、あとヘッド重量もそのシャフトに合わせてのヘッド重量だと思うんで、そのヘッド重量が合わない時ののための長さ、いきなりもうスパンって切っちゃってからじゃ軽くなっちゃうし、
長さに注意が必要ですよ。長さ注意、ね、やっぱ軽くなるから長く、長いってことは上がる、振りアークもなんていうの、ヘッドスピードも上がるし、上がりやすくなるし、うん、っていうことをね、気をつけるべきことね、気をつけるべきことっていう回答でいいかな、この人ね、全然いいことだと思いますよ、うん、だからって全部が軽くしちゃうとさ、ショートアイアンがなんか軽すぎるとかも嫌だし、うんうん、っていうことですと、うん、はい、続きまして安藤さん、楽しく視聴しました、信者番号12です。お、質問1の回答ありがとうございます。足で硬さを感じようとしたのですが、あ、バンカーの凍ってる凍ってないやつね、寒くてそれどころではありませんでしたあとコースでも日の当たり方で凍っているバンカーと凍ってないバンカーがあり、冬間のラウンドの難しさを痛感しました、はい、最後の質問の中の会話で、はい、アマチュアはいろいろやりたがるとお二人は話してましたが、はい、もっと自分に合うスイングができるのではと思ってしまうので、はい、優しく見守ってください、はい、同じやり方一辺倒では頭が固くなりすぎて、はい、発想の鈍化したおっさんになっているのではと思う今日この頃ですと、まあ、これは質問じゃなかったけど、はい、はい、まあ、いろいろやりたい、アマチュアもね、いろいろやりたがりすぎだよねなんて会話をねした中で、だから今でいう GG スイングでしょ、まあ、GG スイングは古いんじゃないの、もう、まあ、あれでしょ、ガニ股でしょでしょ、 GG はもう古いと思うよ何それいきなり言ってんのじゃあ今は何なの、俺の今俺なのこれ、違う俺のはもうまだ、もう俺最先端行き過ぎてるあと30年後だよ俺のクロスが主流になるの30年後、俺が死んだ後まだ YouTube 残ってたらさこんなことを30年前に言ってたやつがいたのかいうやつもね出てくる、じゃあ今のうちにもっと爆弾発言言っちゃったよ、いやいや、なんでいやでも実際さ、アメリカのね、うん、アマチュアの、うん、強い選手の中に俺と同じようなこういうクロスの選手いたからね、見たでしょ、見ましたよ、すごいよね、すごい、もうは打てない普通だからあれが30年後もしかしたら主流になるかもしれない、いやでもちょっと最先端行き過ぎて50年後かなもうだ今見てる人たちみんないなくなっちゃうっていうことでいいかな、はい、まあでだからいろんなことやりたいんですよ、まあ、知ってますよ、それがアマチュアですもんねっていうことで、はい、ね、はい、続きまして篠野木裕太さんです、はい、宮下さん、小暮さん、回答ありがとうございました。またまた質問です、はい、先日の休みの日に練習に行く前に会社に用があったので、よりクラブセットを車に積んでいたので自分のクラブ重量を測ってみました、うん、そうしたらピッチングウェッジとアプローチウェッジ重量が同じでした、はい、長さもほぼ同じ、ピッチングアプローチ重量、うん、はいはい、今まで気づきませんでした、はい、これはありでしょうか、はい、ピッチングウェッジは水野の MP68、はい、アプローチウェッジはタイトリストの SM6、ロフト50、です。よろしくお願いします。うん、あれだよね。あれだよね。何どう思っちゃったよ、自分から言う。全然あるよ。全然ある。最近覚えた話でしょ。だって俺、だってまあ、今はちょっとピッチング長いけど、はい、ピッチング PS3度と全部同じ長さだったら、1個前は。そうですよね。うん、で全然大丈夫。大丈夫だよね。だから今までさ、振ってて気づいてないんだから大丈夫ですよそういうことだよね、分からなかった、だってそう、これおかしいなってなるから、もう変なバランスだとね、うん、ということで大丈夫ですということでね、はい、だから視聴者の皆さんで何かおかしいなっていうのはやっぱ黒玉に相談してみて、数値測ったらもしかしたらバラバラな数値が出るかもしれない、このバンドだけどうもいつもそう考えたら8番円だけいつも当たらないとか、うん、これを思ったらだから宮下さんの5番アイアンとかあれは別よ、だから5番を持ったら当たらないとかじゃなくて、そのショートアイアンとかそのいつもアイアン結構うまいんだけどな、だけど8だけすれば当たらないとかダフルとか、うん、多分あるんですよね、そういうの細かく言っちゃう、ね、細かく、だからそうしたらなんかちょっとこうこのアイアンだけ巻いちゃうとか、まあ分かんないけどチェック、うん、まあいい話が、うん、はい、続きまして ゆきなおさんね、はい、いつも楽しい動画ありがとうございます。小暮さんの真似をして PT シャフト購入しました、打ってみると癖がなく扱いやすくてラウンドするのが楽しみです、ここから質問です、はい、シャフトをムチのようにしならせる打ち方を特訓中なのですが、はい、右手を柔らかく使うと手元が先行しすぎてしまい、うまく打てません、はい、左脇の締まりが弱いと思ってやってみたのですが、うん、締め方が分からず迷走中です、うん、何か気をつける点がありましたらご教授よろしくお願いしますということで、ちょっとジャムさん来ちゃったから待ってね、はい、
で犬のことか。あ、いや、なんかワンワン吠えてる。そうなんだよ。アンディ、この下かな。アンディ、やられない。アンディ、どっから入ったの、あんた。出れない、ほんとだ。アンディ、なんかちょっと広いとこない。アンディ、こっちだ。アンディ、ここ行けよ。どうやって入ったんだろうな。いや、下にこう行って上がったんだ。あれだ、うなぎのあれ取るときみたいなもんだ。何それ。え、いや、中入ってからもう中から出れないやつ。これ誰の？ジャムさんです。こんにちは。ジャムさんです。リムロックナイフ2つだし。いや、出してるっていうか、2つと、あとは M5。2個ずつだけですから。ロフトでしょ？ロフトの違いでしょ？そうです。10.5 と 9.5。あ、9度。顔は大丈夫なんだ。これ立ってても上がるんな。はい。全然フックフェイスじゃないじゃん。だって。いや、前のブロリはどっちかフックフェイスだよな。うん、いや、今田さんのもっとこうだよね。あれじゃあ、ちょっとやっぱ入れ方が違う。ロフトは、はい、こんな違うんだ、入れ方で。そんなにやっぱり見えないだろ。うん、こんなイメージじゃなかったんだよね。純正の釣り、ソケットじゃできる。違うのこれ。違う。これはね、これはもうプロトタイプのソケット。いや、でもいつも使ってるソケット。ガチャガチャにすればいいな。まあいろいろあるんでしょ。結局アマチュアの人はガチャガチャ使わないっていう。
だからまたこうした。使わないのか、シャフトが逆にもう持ってる人も使えないとか、買わなくなっちゃうとか。それだから初めから買ってガチャガチャを使わない人が多いっていうデータが出たの。そりゃそうだよ、めんどくさいお前。わかんないし。わかんないよな。あ、結局そういうふうな、そういうことか。ガチャガチャ買ってもそのままっていう。別にロフト調整するわけじゃないけど、まあ、ここでみたいにガチャガチャ動かす人間がいないってことだろ。あ、それ少ない。じゃあマニアックな人は必ずしますけど、うん、そうね、もう昔はだってコロナ基本入ってたまんまそのまま使ったの。それをどうやって使うっていう。いいよいいよ、いいやさいよ。もういいや、ここあったかい。いや、置いてかれちゃった、置いてかれちゃった、りょうちゃん、置いてかれちゃったね。で、何でしょう。で、で、ワンじゃない、ワンじゃないや。ちょっと置いてかれときなさい。どこまで行ったっけ。PT 買って、はい、左脇の締まりが弱いと思っていたのですが、締め方が分からず迷走中、打ってみると癖がなくてラウンドするのが楽しみ、はい、でシャフトを鞭のようにしならせる打ち方を特訓中、はい、右手を柔らかく使うと手元が先行しすぎてしまい、うん、うまく打てない、うん、左脇の締まりが弱いと思ってやってみたのですが締め方が分からない、うん、で何か気をつける点ありますかってことだね。ムチのように使うのに気をつけるんです、うん、いや、これね、ちょっとまたあれ見てもらいたいね、立尾さんの。何？あの、あれ、レッスン会のさ、はい、立尾さんが、こう、こう使ったらみたいなのをやってるのよ、うんうん、それを見てもらいたいね。左手はこう長くじゃなくて、こうなんだっていうのをやってるのよ、うん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 、これたまたまいいの撮ったね、これね結構ミソなとこをやってるのよ、立尾さん。ちゃんと見てますかね。いや、あの見てる人は見てると思うんだけど、そこ見てもらえばこの人の回答になると思うね。あ、もうそんな感じで、なんかもう、うん、左手長くってこれが長くじゃないぞっていうのやってんの、うん、だって視点がさ、いっちゃったらしならないからね。そういうことでしょ、うん、だってこれちょっと立てさんの見てもらいたいね、うん、やっぱどっか視点を作らないと、うん、っていうのちょっとそのあれね、あそこで出てるからチェックしてもらいたいね、うん、あのジュニアレッスン会の立尾さんのレッスン、立尾さんだからパート2とパート3ぐらい出てるから、それ見てくださいということでね。はい、はい、続きまして武士さん。武士さん、武士さん、あれこれ武士石垣さんじゃないのかな、違うのか。お疲れ様です。体のことに詳しい教祖に質問です。お、最近自分のスイムの欠点などを克服するため、ジャンガチャンネルの過去の動画を見ながらヒント探しをしているのですが、はい、昔教祖のティーショットの前のルーティーンはカメっていう動画を見つけました体が硬くて思うように回転できないから首を、上下に動かして教祖の乳突筋を、と僧帽筋をほぐすとおっしゃってました、難しい名称が出てきてあんまりピンとこなかったのですが、少しは体がほぐれて回転しやすくなるってことでいいんでしょうか。すいません、1年以上も前の動画の件を引っ張り出してすいません。今現在自分にとってタイムリーな内容だったもんで、ついということで、まあ、さっきもちょこっと言ったけど、ここに胸鎖乳突筋っていうのと、まあ、後ろにねこの、僧帽筋っていうのと、まあ、全部細かく言っちゃったらもう棘上筋だとか、その、ね、力がこうやって肩に力がこういう状態ね、こういう状態だとあの脊椎に対して回転がしづらくなるわけ、筋肉が固まってるからね。そうするとあのここに力が入ってしまうと指先に力が入らない、入らないというかこう柔らかく使えない、ここに力が入るね。ここだけに力入れてる分にはここあのなんぼでも柔らかく使えるんだけどここに力が入ってしまうともう柔らかく、腕も柔らかく使えない。だからここの首周りと肩のラインは柔らかく使いましょうっていうんでこう噛めねだからもう本当にこうここを柔らかくするだけのイメージ。胸鎖の乳突筋っていうのはここの耳の後ろからこうやってついてるこの、鎖骨のね、
胸骨か胸骨のぐらいまでついてるやつが胸鎖乳突筋っていうんだけど、ここの部分を柔らかくするイメージと、あとここの棘上筋僧帽筋を柔らかくしたり、肩をスッとこうスッと深呼吸した時みたいなもんってやったらスッてこう下に落ちるでしょ。この状態をこうアドレスで維持してあげると肩にも力入らず腕にある程度柔らかさを持った使い方ができますよっていうことで言いました。でもさ、昔の動画見てまあそういうのまで見てくれるとすごいですね。いいね、嬉しいよね、うん、昔のなかなかもう多分最新のしか見てない人が多いかなっていうイメージなんだけど、昔のってどうやったら見えるの？ずっとスクロールしたら見れるの？スクロールとかたまにこうポンとあなたにおすすめですっていう動画出てくるんじゃない？それで多分見てくれたんだと思うんだけど、っていうことですということでいいかな、はい。続きまして信者番号40番さん、はい。教祖小暮さん動画配信ありがとうございます。 OS4 小暮氏に質問です。 OS？ うん、どういうこと？ OS4 なんかあったね。小暮また新しい名前できたんだよね。なんだろう、 OS4、 まあいいや、ぶっつけカットスライスの打ち方について教えてください。私の 中でのイメージは左にボールを置いて、うん、左軸を意識して、うん、体重移動を控えめにして、うん、ハンドファースト気味に打ち込む、うん、中弾道のフェードイメージです、うん。これは私はこのイメージでインテンショナルスライスを打っていますが、20ヤードほど距離は落ちる代わりに、うん、左を消せてテンプレやチョロや トップ、逆球みたいな大きなミスも出ないことから対応しています、うん。スコアの差こそあれ、私の打つ中弾道のインテンショナルスライスは小暮さんのぶっつけカットスライスと同じようなものですか、うん。実践動画よろしくお願いします。なんかどっか載せたな。ドライバーやりましたよ、ぶつけカットスライスで。でも実践動画やってない。実践動画としてはやってない。やってないわ。じゃあニュードライバーあるからやりましょう。実践ぶつけカットスライス、ぶつけカットスライスね。じゃあ俺あれだよ、ローリングサンダーフック。俺はやる、ね、そうだ、名前かっこよくしないで名前をさ、寝転がしローリングフックね。そう、正式名称ね。寝転がしローリング、じゃあお前はじゃあぶっつけカットスライス、ね、じゃあ寝転がしローリングフックかっこ汚いって言うんですか。いやお前の球だってぶっつけカットスライスは汚いじゃん。いやいや、何が汚い。綺麗なさ、ぶっつけカットスライスを。いや汚いっつうんだよ。こんなさ汚いさ、ドライバーで150ぐらいしか飛ばないようなさ、それ長いから。これじゃあやろう、ね、逆にドライバーを満振りし150ヤードの球打ったらすごいよ。すごいよね。だから実践やりましょうって。小暮がぶっつけカットスライス、俺はあれね、ローリング寝転がしフック、寝転がしローリングフックね、カッコなんとかってね。いや、直しよ。なんとかにしたじゃん、カッコっていうことです。これちょっとチェックしとかないと、実践ね。あ、そうですね、うん、実践。だからね、やっぱ実践動画でそういう球、インテンショナル打って自分のドライバーの癖もつかみたいし、ちょうどいいや。はい、ということで続きまして、はい、カットしましょう。もういや、カットするんで、これもう一回薬やってから。ああ、そうですか。2週間後にカット。ああ、そうです。はい、続きまして旧姓トリッキーさんです。はい、京祖様、TK4 様、いつも楽しい動画ありがとうございます。宮下京、茨城支部11番です、小暮さんの笑い。11番ってこれさっきも、さっきは違うと思うよ。21番じゃない？まあいいや。小暮さんの笑い声と教祖のツッコミがどんなお笑いよりも面白いですよと、インフルの、中毎日配信ありがとうございます。これ多分インフル中だね。インフル中、うん。質問です。中高学生でテニスをしていたため握力が強く、うん、前腕の筋肉が力こぶくらいの太さで、力を抜いていても出ていて、力仕事のため背筋も強い、方なのかな、方なのですが、腕の力感が取れなくて硬くてゆったり振れないため右肘が出てしまい、抜けてしまいます。まあはい、抜けてしまう、抜けちゃう。だから左利きって書いてあるの。え、ああ、え、硬くてゆったり振れないため右肘が出てしまい抜けてしまう。左利きだ、この人左利き。こういうこと。ああ、そういうことね。こういうことだね、うん。肘が抜けてフェイスが寝るため、うん、下半身先行で、うん、体に引きつけ遅れてきてフェイスが勝手に返る動きができません、うん。体を使わなくても十分使いすぎるタイプのため、うん、体の開きを抑えて左を向いたまま、うん、腕を振る意識でスイングしてストレート、うん、左から少しドローが出ていってほぼ毎日練習しているため5回に1回はダウンブローに入りますが、うん、基本1センチ手前から入ってます、う
仲間に見てもらったり動画を撮り、最近はロフトが閉じれてきているようで、5、6番の飛距離もきちんと番手通り飛ぶようになりました。肘が抜けないいい腕の脱力法やアドバイスがあったらお願いします。肘が抜けない、これね、肘の抜けはね、あんまり意識しない方がいいんだよね。でも、まあ、直すとしたら、うん、俺ね、片手打ち、そうだよね、やっぱ片手、やっぱゴルフって、まあ、左手の動き、右手の動き、腰の動きとか、パーツパーツの動きをが揃ってスイングだから、うん、なんていうの、そのスイング、球を打ちながらだと治りづらいと思う。片手打ちの動画あったんですけど、結構昔ですよ。いや昔でもないけどやってるよ、あの、うん、サンドでどこまで飛ばすとかまでになっちゃったけど、うんうんうん、それではやってる。片手打ちだから本当に30ヤードじゃないですけど、こうポーンってで抜けてたら当たらないし、まずそこからかな。もし抜きをあの修正したいんだったらそこからだよね。やっぱり左肘っていうのはここに下に向いてこないと触れないから、触れないし、左でこうやってこういうスイング、肘抜ける人っていうのはこういうスイングをしてるってこと、うんうんうん、これに右手がついてるってことだからね。だからちゃんとこうやってターンしてってないんですよと腕がね、うん、だからそれは左打ちで1本だから、この人は左利きだったら右手1本で素振りしてみれば、うん、この動きに右手を添えてくると、うん、正しいスイングの腕の使い方ですよってことだよね。で、それは抜けない練習方法で、あと脱力、いい腕の脱力法があったら教えてください。脱力、僕ね、力あるんだったらその力使っていいと思うんですよ。だってそんなの僕からすれば羨ましいんだもん、力入れないんだもん。だからいい力の入れ方だよね。だからでもやっぱ上手い人だって、さっきもさ、お前言ってたけどさ、うん、やっぱりあの最初からガーッと力握ってないわけ、うん、インパクトだけカーンって握れりゃ、ここから手から先、あの肘から下だけカーンって力入ればいいやっていう感覚で、うん、そのくらいの脱力したいんだと思う、うん、多分もう腕だけで飛ばしいっちゃう人だろうから、うん、だからイメージでは、うん、もうアドレスバックスイングはもう、なんだろう、力いりませんっていうイメージですよ、うんうん、だから本当はいるんですけど、多少は何つうの、だからいい腕の脱力法、脱力だからこれ、お前ダメ、こんな音したら脱力。でもさ、いや力入ってても柔らかく使える方法を見つけてもらってもいいんじゃない。力が入ってても柔らかく、だから使える方法ね、うん、柔らかく見えてればいいんだから、うん、そうだね、うん、力を抜けば柔らかく見えるもんじゃないですよ。その力がある人で、だから柔らかく力を抜けばってなる。だから力が入ってても柔らかく動かしてください。どう、だから多分柔らかく動かせたら力入ってないスイングなね。だからその力を入れてくるタイミングが多分違うと、うん、タイミングなんだろうね、うん、だから固く見えちゃったりとか、うん、あれなんだよね。だから要は小暮が言ったように本当にあの力はほとんど使ってないんだけど、抜いてるんだけど、インパクトでクッと締まるぐらいの使い方が本来したいんだよね。だから最初から力入れたらそういう使い方できないでしょっていうのが一緒だから、その言い方でわかるかな。うん、ちょっと使い方だから、力入れる範囲内じゃなくて体の使い方、これはまあちょっと難しいんだよね、これね、力抜いて打ってくれって言ったら本当に力抜いちゃうからね、みんなね。そう、力抜いたら形もできないから、うん、まあ、この左肘の抜きが治ったらもしかしたら力の入れ方変わってくるかもね。そうですね、うん、打ち方も、うん、まあ、ちょっと今日はその辺にしておきましょうかね。はい、その辺でちょっと、うん、ということでいいかな。はい、まだあるよ、質問は。まあ、今日はこの辺で。何しようとしてる、お前。練習したいんだろ。練習したいんじゃない、練習じゃない。何言ってるの。何しようとしたの。ちょっと肩こっちって
いや、クリーク来るんだからクリーク打ちたいんだよ。いやいや、今日打たないですよ。打たない。いや、見た打つの見たいの。いやいや、見たくない。全く見たくない。っていうかさ、これ何枚やった？ 8 枚ぐらいやったな。